ルドルフ HCC シェファールードルフスヘッフェルは、オランダの植物学者、1869年から1880年の間、現在のボゴール植物園の園長を務めた。アムステルダム近くのスパールンナムに生まれた。ユトレヒト大学で、医学、数学、物理学を学び、1864年に卒業し、ユトレヒト大学の植物学教授、 フリードリッヒアントン・ビルヘルム・ミクエルニ・ボイテン・ゾルグの植物園の園長となることを勧められた。ライデンの国立植物標本館で、彼は植物分類学を研究し、オランダ政府の奨学金を得て、イギリスのキューガーデンやパリ植物園に学んだ。1968年に、オランダ領東、インドに渡り、ボゴール植物園の園長となった。1876年に、 ボイテンゾールグから少し離れた、トゥジキュミューに農業試験農園を設立し、大規模な有用植物の栽培実験を行い、同年、植物園の起用、アナール・ジュジャルダン・ボタニークでブテンゾールグを発行した。1876年に農業学校を設立し、この学校は、ボゴール植物園の次の園長、メルヒオール・トロープによって、ランド・ヴイーユー・法ークールとなり、 現在のボゴール農家大学となった。スヘッフェルは、植物園の学芸員、ヨハネスエリアス・テースマンが作り始めた地獄を出す、高山植物園を完成させた。在職中の1880年に、現地で没死した。赤鉄科の俗名、スケホレラやバンデイシカの俗名、スケホーローミートラに懸命されている。シェフは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ルードルフスヒッフェルを示すのに使われる。ありがとうございます。